ちょっと、うわ、そう、なんか、皆さんこんにちは、未来人のおすみです。この動画ではインド就職のハードルを下げるべく、私たち未来人がインドの情報をお届けします。ザ・タイトルです。未来人インディアチャンネル。インドにある薬局の方に来てみています。こういった感じで、結構インドってちゃんとこうなんか薬とか薬品が売ってそうなものを売ってるんですかって質問いただくんですけど、見ての通り、一通り、シャンプーとか石鹸とかそういうのは揃ってるかなと思います。ちょっと特徴を話すと、インドは結構こういうなんかこうなんかサプリメントとかが結構オーガニックのものが多かったりしますね。あとはこの辺りが多いんですけど、アーユルヴェーダを使った、プロダクトというのも多くあります。パンテーンとか、あとガブとかこういうのですね。あとはニベア、こういったこう日本でもメジャーなブランドのシャンプーとかも売ってるので、皆さん安心してインドに来てください。こういった、歯ブラシの、歯磨き粉もありますし、こういった普通に歯ブラシとかも売ってますね。こういった感じ、ちょっと見てもらうと分かるんですけど、歯が太いです。大きいです。日本のと比べるとちょっと大きめな感じになってます。あとはピンセット、あと爪切り、あとはこういったリップクリームとか、こういったものもインドにもちゃんと売ってます。今、カマというコスメのお店に来ています。お店の中はこんな感じで、カマはアーユルヴェーダを使ったこういった化粧品ですね。シャンプーとかヘアケアとかいろんなものを作っています。で、おそらくカマはもうアーユルヴェーダを使った化粧品の中では最も品質の高い高級ブランドになっています。なのでインドでこうお土産、しっかりしたお土産を買いたい場合とかは、このカマのお店はすごくおすすめになっています。すごいなんか香りもなんかちょっとこうアーユルヴェーダ独特の香りがこう店内にこう広がっていて、ぜひですね、インドに来た時は一度来てもらえるといいかなと思います。これはカマオリジナルの虫除けだそうです。ちょっとうわ、なんか山椒の香りがしますね。おお効果高そうです。カマはこういった感じで日本人向けのリーフレットも準備しています。見えますかね。結構製品の種類が豊富で、こういった感じで日本語の説明も載ってます。こんな感じですね。で、実際私もカマのシャンプーとかオイルを使ってるんですけれども、匂いが結構すごいなんかこうローズの香りとかもすごいいい香りがしておすすめですし、あとはブライトニングとかもすごい使ってるんですけれども、インドって火がすごい強いので、ちょっとこう火を浴びすぎてしまった日とかはカマのこう化粧品を使うとすごいケアになるかなと思います。インドの普通の、シャンプーとかと比べると価格は結構高くて、2、3倍は軽く超えるんですけれども、日本のお土産とかにもすごいいいかなと思いますし、日本と比べるとそこまで価格が高すぎることはないので、すごいおすすめなブランドになるかなと思います。今回はガレリアマーケットのロペラに来ています。ロペラはフランスのお菓子やパンを中心に、そういった感じの洋菓子を置いています。味もすごい美味しくて、インドらしからぬといいますか、すごい美味しいパンやケーキを買うことができるので、こちらの
てもすごくおすすめのスポットになってます。こんな感じでケーキもすごくおしゃれな感じになってます。実際にロペラでこんな感じでブルーベリーチーズケーキを頼んでみました。これで270ルピーになります。実際にちょっと食べてみようと思います。チーズケーキとブルーベリーの層が2層になってて、ブルーベリーのなんかこう酸っぱい感じと、チーズケーキの甘みが両方あってすごく美味しいです。インドのケーキって結構こう甘ったるいケーキが多いんですけど、ロペラのケーキはやっぱ味付けもそこまで甘すぎずに美味しいかなと思います。